は、相田理香子です。この相田理香子のラララジオは、日曜日の夜に聞いてくださっている皆様に、私相田理香子がラララな時間を届けるラジオ番組です。ということで、昨日エジソンの方にね、ゲストで出演させていただきました。お聞きいただきましてありがとうございました。そしてそして、今週もおもちゃでラララのコーナーに行きましょう。今週はね、ちょっと2つあるんで、2つ紹介しちゃいたいと思います。じゃじゃん、見えるかな？あ、かわいい！メゾピアノのガチャガチャです。これは、なんか多分ペットボトルとかに付けられるのかな？あ、傘？あ、傘もなくしますね、私。傘もなくすからな。ナチュラルになくして帰ってくるんでね。これは、なんだっけな。ミニチュアコスメチャーム。これはマニキュアだ。あとリップとかチークとかあったりとか。めっちゃ可愛い。これはもうどっかつけようと思ってやったんです。最近多いからね、メゾピアノ。そうそうそう、結構ね、インスタとかでもね、芸能人の方とか載せてる方いて、やっぱ汗だいなんだなって思いますよね。はい、ということで、ぜひ気になったらやってみてください。それでは始めていきましょう。今夜も一緒にラララな時間を過ごしましょうね。改めまして、相田理香子です。ちょっとここで突然ではございますが、番組からお知らせです。8月11日日曜日、12日月曜日祝日に、東京ビッグサイトで開催されるコミックマーケット104/104の文化放送 A&G ブースで、番組5周年グッズを発売することが決定しました。はい、5周年ということでありがたいですね。今回どんなグッズを出すのかというと、じゃあちょっとまず絵柄、見ていただきますか。はい、こちらです。じゃじゃん、これはアクリルキーホルダーなんですが、皆さんこの絵柄覚えてますか？覚えてます？この間5周年オンラインイベントで、私がその場で描かせていただいたグッズ、イラストなんですけど、もしかしたらグッズ化するかもみたいな含みを持たせていたと思うんですが、なんと今回5周年記念で、このようにグッズ化していただきました。私が描いたこれ、某映画風の、ふふふんどの、イラストなんですけど、なんか、すごい見違えましたよね。色味も入って、で、私が描いたとは思えないぐらい、すごい、清書していただいたというか、まあまあ、その、元の個性も残しつつね、なんかすごい環境に優しい感じの、なんかエコな感じのイラストですよね。めちゃくちゃ可愛い。そして、あと、こちら、ステッカーです。これは、そう、さっきのイラストと、これは私が前に色紙に描いた、ものをステッカーにしていただきました。最初これを T シャツにするかとかも迷ったんですけど、まあまあまあ、せっかくなのでちょっと新規イラストをね、これ全部ステッカーになってまして、これはそう、ちょっとね、周りの縁取りが金色になっていて、色紙風にちゃんとデザインになっています。はい、スマホの裏とかにも入れられますね。そしてそして、こちら T シャツです。めちゃくちゃいい。なんかおしゃれじゃないですか？ラララジオの T シャツでこんなおしゃれなの初めてじゃないですか？ね。なんかユニクロにありますよ、これ。ユニクロに、しれっと置いてあっても、気づかずに買ってく人がいそうな感じ。はい。ということで、これらのグッズをですね、今回発売させていただきます。T シャツとステッカーが、こちらセットでの販売になります。そして、二つ目はアクリルキーホルダーとなっております。ぜひ5周年の記念にお買い求めいただけたらなと思います。詳しくは番組 X に掲載しますので、ぜひチェックしてください。では、皆さんから届いたメールをご紹介していきましょう。ラジオネーム、
ルンちゃんさんからです。相田さんこんばんは。先日朗読劇ステージンボリューム1、4月11日を1200回繰り返したと主張する男、感激させていただきました。ストーリーと演技に加え演出も凝られていて、視覚でも楽しませてもらいました。特に、相田さん演じる千葉奈々が曽我啓太の今までの行動に不信感を抱くシーンの演技が感情を揺さぶられてすごかったです。そこから何が本当で嘘なのか不思議な気持ちになり、帰りの電車でも結末についてずっと考えてしまっていました。アフタートークもループできたらやりたいことで面白い発言をしていたり、すごく楽しませてもらいました。またボリューム2があれば嬉しいです。じゃあ続けて読ませていただきます。ラジオネームバンドゥさんからです。りかこさんこんばんは。舞台ステージン、昼夜感激させていただきました。今回の朗読劇のタイトルが4月11日を1200回繰り返したと主張する男ということで、本当にループしていたからどうかの結末は演者観客に委ねられているという珍しいタイプの朗読劇でしたね。いろいろ考察できる点が多く非常に楽しかったです。公演後にあったアフタートークでは、この男がループしたと思う人、してない人というアンケートがありましたが、私は昼公演を見終わった後だと男はループしていないで手を挙げたのですが、夜公演を見終わった後だと男はループしているのではないかと思いました。朗読劇を終えて数日経った今、りかこさんは結局男はループしたと思いますか、お聞かせくださいとのことです。ありがとうございます。そうですね、なんか二人のみでの朗読劇で神尾真一郎さんとご一緒させていただいたんですけれども、それもまた二人っていうのも結構新鮮で、だからなんかこう逃げ場がないというか、めっちゃ緊張してたんですけど、まあ、内容としては私演じる千葉奈々の家に突然昔の同級生の曽我くんという男が急に訪ねてきて、あなたはストーカーに命を狙われてるんです、であなたはもうすぐ殺されてしまうんです、だから僕をちょっと家に入れてくださいみたいな感じの流れで、で実は僕は今日という日を1200回ループしてるんです、だからもうあなたがいつ殺されるか、もう何が起きるかもこの後分かりますみたいな、本当にループしてないと知り得ないようなことを知っていて、どっちを信じたらいいのみたいな。でもとりあえずそのストーカーの件は怖いし、じゃあちょっと曽我くんを信じてみようってなって、だんだんその本当にループしてるんだって信じるんですけど、その後まあいろいろ展開があって、あれこの人もしかしてループしてない、してるどっちみたいな、どんどんその主人公の女の子も疑心暗鬼になっていって、その結末は明確にないんですよ。そのループしてたかしてないかっていうのは特に決まりがないというか明かされなくて、その見に来てくださった方の気持ちにこう委ねるっていうエンドで、私も演じながらその主人公のナナちゃんの気持ちに寄り添って、本当にどっちなんだろうっていう感じで、その状況に翻弄されていく感じで演じたんですけど、でも思ったの、私ずっと何にも疑問に思ってなかったんだけど、4月11日を1200回繰り返したと主張する男、主張してるだけなのかもしれないって思って、繰り返した男でもいいじゃないですか、ループしてたとしたら。ってことはしてないのって思って、そうなると結構やばい人を家にあげちゃったんだなみたいな。でも最終的にもう分かんないけど、まあそう、本当にちょっともう委ねるというか、ナナ自身もっていう不思議なお話でしたね。アフタートークでもお話ししてたけど、私は結構その都市伝説とかも大好きだから、ループしてる人、タイムリープとかしてる人もいるんじゃないかなって思っちゃうから、私だったら、僕は今日という日を1200回ループしてるんですって言われたら、マジで、ちょっと詳しくお話聞いてもいいですかみたいな感じになっちゃうから、そう、私だったらそういう、ループしてたのかなって、しててほしい、逆にしてなかったら本当にめちゃくちゃ怖いですもんこの話。でもどっちとも取れるっていうね、はい、不思議なお話でしたね。はい、楽しんでいただけたなら嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ続いて、
ラジオネームテイクスさんからです。相田さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。マイメソッドリリースおめでとうございます。配信版を購入し繰り返し聞いています。マイメソッド、爽快でリズムが良くて夏にふさわしい心地いい曲ですね。聞いているとつい笑顔になってしまいます。相田さんの曲にはいつも元気をもらっている感じがします。この曲はライブで披露していただけたらとてもとても盛り上がりそうですね。いつかライブで聴けることを楽しみにしています。CD 版も予約しました。ジャケットのお写真が本当に最高ですね。これまでのジャケットもどれも素敵ですが、その中でも一番好きかもしれません。届くのを楽しみにしています。あー、嬉しいですね。なんかかっこいい曲とかはありましたけど、こうなんか爽やかでこうギターめちゃくちゃ聴いててみたいな曲は、なんか今までになかったタイプの楽曲だなと思います。では続いて、ラジオネームケンさんからです。相田さん、こんばんは。マイメソッド聞きました。相田さんの力強い歌声が大好きで、相田さん自身の強い思いがまっすぐ伝わってくる、そんな素敵な曲だなと思いました。これを聞いていると毎日頑張れそうな、そんな明るい気持ちになれます。僕はこれからも相田さんのことを追いかけ続けます。相田さんのことが大好きです、とのことです。ありがとうございます。本当に嬉しいですね。なんかこの曲を通してまた改めてこうファンの皆様の心情といいますか、いろいろツイッターとかでも、あのインスタの方でもいろんなメッセージをいただいて、改めて本当にここまで、まだ5周年ですけど頑張ってきてよかったなっていう風に、なんかこう当たり前になってたことをまた改めてこうありがたみを感じることができたので、やっぱりこの曲をこうこのタイミングでお届けできて本当に良かったなって身に染みました。ありがとうございます。ラジオネーム店番猫さん、天番猫さんかな、ありがとうございます。相田さん、こんばんは。新曲マイメソッド配信開始おめでとうございます。早速ダウンロードして毎日ひたすらリピして聞いています。歌詞を見ながら聞いていたら、この曲は相田さんと僕ら相田さん推しのこれまでとこれからのテーマソングになるのかなというのを強く感じました。変わらないでよ、変わらないから同じ気持ちでいたいんだという歌詞が今の自分とぴったり一致して、これまでもこれからも相田さんを変わらない気持ちでずっと応援していたいなという思いがますます強くなりました。相田さん自らの歌詞でこんな素敵な曲をリリースしていただき本当にありがとうございます。これからの自分にとってのテーマソングとしても大切に聴いていきたいと思います。それではこれからもますますのご活躍をお祈りしています。バースデーライブ&イベント参加するので今から楽しみです。もちろん CD も予約済みです、とのことです。ありがとうございます。そうですね、毎回こう楽曲を制作するにあたって、まあ、作詞もそうなんですけど、もちろんその聴いてくださる皆様を対象に、作っているっていうのは大前提なんですけど、今回はその中でも結構こう標準を皆様に当てて、標準を当てて書かせていただきまして、それがこうしっかり伝わったんだなっていう、なんかこう安心感みたいなのがすごい強かったですね。ありがとうございます。ラジオネーム高幸さんからです。相田さん、こんばんは。新曲マイメソッドリリースおめでとうございます。自分は CD を予約しているのですが、ダウンロードキャンペーンもありましたし、一足早く聴きたくて配信版を購入しました。前向きな歌詞でありながら相田さんの言葉がしっかりと伝わってきて、とても聴き入ってしまう曲ですね。歌詞作りのエピソードがあればお聞きしたいです。また疾走感があるメロディーでかっこいいバンドがいいですね。ぜひ今後生バンド込みでのライブ演奏が聞きたいのでよろしくお願いします、とのことです。そうそう、ちょっとマイメソッドについていろいろお話ししたいことをねまとめたんですよ。なんか5周年だからね、すごい悩んだんだけど、歌詞はね、そうなんとなくベースで伝えたいことは最初にざっくり、本当にざっくりした骨組みはあったんですけど、割といつも曲をいただいてからイメージを膨らませることが多くて、最初にこのテーマで歌詞書きたいって思っ、もう結構ガチガチに固めてから曲依頼しちゃうと、
いや歌詞のイメージとちょっとこれ違うなってなるのが嫌だから、割とメロディーいただいてからしっかり膨らませるんですけど、ロックでかっこいいからあえてそこにこうちょっと素の弱い気持ちとかを乗せたらいいんじゃないかなって、多分悲しい曲で落ち着いた曲でこの歌詞を乗せるのもまた違うなって思ったんで、その方があえてなんかこう弱さを出すことでより強くなった感じが出たらいいなっていう気持ちで、そうですね、書かせていただきました。なんかね、結構テーマ、これテーマっていうテーマがそんなにないので、なんか今までのブルーアワーとか花むしろとかそういうなんかこう世界観固まったものがなかったのですごく迷っていて、なんかこう最初はこう交差点、クロスロードっていうか、なんかこう離れてしまったものもこう歩き続けていればまたこう交差する、重なるところがあるんじゃないかみたいな、その歌詞にはありますけどね、またあのどこかで重なる瞬間に会えるかもしれないみたいな、その辺を膨らませたりとかしてたんですけど、まあ、結局人生を旅に例える、ラフな旅、本当にリュックサック一つで旅に出るみたいなところに落ち着いたんですけど、そうですね、すごいこの歌詞を書いてる間は結構悩んでいて、そうですね、3月ぐらいからあの楽曲制作してたんですけど、やっぱりそのなんだろう、こだわりが本当に強くて、まあまあもちろんね、自分の楽曲作品になるものですし、みんなに当ててるものなので、そうこだわりがちょっと強すぎていろいろ悩んだりとかもあったんですけど、で最終的にあの納得いく歌詞がこう自分の中で書けてよかったなと思います。ありがとうございますね。早くライブとかでねできたらいいですね。ラジオネームさんちゃんさんからです。相田さんこんばんは。マイメソッドのリリックビデオ拝見しました。今の相田さんがこの5年を、追走するかのような内容になっていて、私たちファンのことを思いながら歌詞を書いてくださったんだろうなと強く感じました。特にグッときたのは、君といる私が一番好きなんだよだからのところで、君と私が入れ替わるように客席から見た相田さんと相田さんから見た私たちの映像が切り替わっていくところです。相田さんも同じ気持ちでいてくれてるんだろうなと感じ、この人を好きでいてよかったと改めて思いました。愛がたくさん詰まった曲を本当にありがとうございました。大好きです、そのことです。ありがとうございます。嬉しいお言葉ですね。でも本当になんか、うん、イベントとかライブとかする上で何かを届けるってなった時に、やっぱりファンの人を第一に考えていろいろやってる自信はすごくあって、本当にグッズ何を出すにしろやっぱりその皆さんあっての私でもあるから、そう、それは本当にね、いつもこう口に出すタイプではないですけどすごく感じていて、そう、それが今回の曲と、まあ、リリックビデオとかを通して伝わったかな、伝わってたらいいなっていう風にね思いました。いやー、リリックビデオもねすごいなんかグッときちゃいましたね、自分でもね。なんか5年間って本当にあっという間だったなって感じたんですけど、でもこうビデオを見てみると、2020年みたいな、これ4年前なのみたいな、結構こう目ではっきり見ると、うわー結構時間経ってるんだな、その間いろいろあったなとか、なんかこうこの5年間でいや成長できたのかなとか、なんかね、もうネガティブだからさ、なんか自問自答しちゃったりとかしたけど、でもなんかインタビューとかでもね、この5年を通して自信つきましたかみたいなことを聞かれたりしたけど、はっきりはいもう自信つきましたとはちょっと言えないんですけど、この5年間を通してそのいろいろやらせていただいたことは確かにこうあるので、それが自信につながる部分はあるかもしれないですねっていうのはそうお話しして、やっぱりみんなのおかげだなって思いました。そう感じれるのもありがとうございます。ラジオネームモリンさんからです。相田さんこんばんは。配信初日にマイメソッドを聞きました。直感で感想を X に投稿していましたが、時間が少し経ち、リリックビデオも披露された上で、改めて感想を伝えたいなと思います。歌詞に込められた歌手活動においての相田さんの思い、感謝の気持ちがとても伝わりました。5年という節目だから出せる楽曲なのかなと、
今のファンに当てた等身大の気持ちなんだなって思いました。これから出会う新しいファンもいるかもしれないんですが、この楽曲だけは私たちへのプレゼント的な楽曲と受け取り、すごく大切に聴かせてもらっています。ファンとの思い出を大切にしてくれる相田さんだからこそ、もっと相田さんの良さが知れ渡るといいなと思いました。大好きです。バックで聞こえる英語のコーラスは何と言っていますか？ふんふん。これはそう、歌詞カードにはないんですけど、そう結構悩んでて、なんかそのレコーディングの時に決めたんですよね。1番はその A メロの歌詞の追っかけで割と同じことを英語で言ってるだけなんですけど、ライトオブダウン、夜が明ける、いい、なんだっけな、レッドミーゴーナウみたいな、行かせてくださいみたいな。なんか日本語にするとちょっと怖いけど。で、2番は、忘れ物はないかいみたいな。で、その後の文章は一緒なんだけど、そうそうそう。コーラスって難しいんだよね。結構曲によってあったりなかったりするんだけど、結構苦手なんですよね。でも、そう、英語もあんまり歌詞に私入れないから、普段、結構悩みましたね。そう、そういう、なんかコーラスとかね考えてると、また柳凪さんの話になっちゃうんだけど、凪さんってその主メロの歌詞と裏でコーラスでもまたもう一つの物語が繰り広げられていたり、なんかすごい奥行きがあってすごいなって思いながらコーラス思い浮かばないなって考えてた。うん、ぜひぜひまたこのお話を聞いた上でマイメソッド聞いていただけたら嬉しいです。はい、皆さんたくさんのメールありがとうございました。これからもお待ちしております。それではここで一曲お聴きいただきましょう。相田理香子でマイメソッド。なりふり構わず自由気ままに、行き先など決めないで行こうよ、遠くへ。した街、後ろは振り返らずに進んでみようか。狭い部屋に立って何も見やしたいの、向かって行こうよさ。恐れないで駆け出して、どこでも行けるはずなんだ。地図なんて当てにならない、示され迷いながらもがきながら自分らしく行こうよ。手を振る重なる瞬間にまた会えるよきっと会えるよ。いただいているのは相田理香子でマイメソッドです。いや、皆さんのこのお便りね、他にもたくさんいただいていて全部読んだんですけど、やっぱりここの歌詞が良かったですっていうのが結構その私の気に入ってる部分と共通している部分が あるんだなって、みんなもそこ気に入ってくれてるんだなって思って、やっぱりそのみんなといる自分が一番好きっていう、なんかそれは
年々ね、こういろいろ考え方が変わってきて、なんかこの人といたいっていうよりも、この人といる時の自分が好きだなっていう風に、こう、そっちで結構考えるようになって、なんかそれをみんなといる時にやっぱ強く感じてきたことだったんで、それをちょっとストレートにね、歌詞に組み込ませていただきました。なんか個人的にもこのソロ活動するにあたってちょっと体制がね変わったりとかいろいろ変化もあった年だったので、なんか心機一転この曲とともにまたちょっとやる気をぐっと入れ直したというか、そういう気持ちでこの楽曲を作らせていただきました。ということで改めてね、皆さんたくさん聴いていただけたら嬉しいです。お聴きいただいたのは相田理香子でマイメソッドでした。このラララジオエンディングのお時間です。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。宛先はりかこアットマーク joqr.net rikako@joqr.net です。番組の感想や各コーナーへの投稿をお待ちしております。そして番組公式 X も稼働中ですので、ぜひフォローしてください。また推奨ハッシュタグはカタカナでラララジオです。ぜひつけてポストしてください。ここで私からのお知らせです。アーティスト活動5周年を記念した楽曲マイメソッドが現在配信中です。ぜひ聴いてください。こちら YouTube の方でリリックビデオの方も公開されておりますので、ぜひ合わせてお楽しみください。そしてもうすぐですね、8月8日木曜日誕生日当日にバースデーイベントを開催いたします。今年はライブとトークショーの2部構成で行います。新グッズやマイメソッドの CD も会場で販売しますので、ぜひチェックしてください。続いて番組からのお知らせです。先ほどもお話しいたしましたが、8月11日日曜日、12日月曜日祝日に東京ビッグサイトで開催されるコミックマーケット104の文化放送 A&G ブースで番組5周年グッズを販売することが決定しました。改めてじゃあデザインの方ね、これこちらです。 T シャツです。はい、ぜひ夏にぴったりです。着てください。秋もいけちゃいますね、これ植物が書いてあるんで。秋っぽさもある、夏っぽさもある。はい、ステッカーと T シャツがセットで販売されます。これも可愛いです。そしてこちらですね、アクリルキーホルダー。はい、なんか今までとはまた違った感じのラララジオグッズって感じですね。目に優しいエコ、謎のもやしって言われてるんですけど、これ通称もやし、もやしだか豆苗だか知らないですが、そんななんかベジタブルな一面もありつつ、はい、非常になんか人に優しそうなグッズになってます。ラララジオっぽいですね。はい、ぜひぜひ皆さんコミックマーケットでゲットしていただけたら嬉しいです。そして、11月30日土曜日に有観客イベントを開催いたします。会場は全電通労働会館です。こちらの方もぜひよろしくお願いいたします。それではこの時間のお相手は相田理香子でした。今日は反省会はございません。それでは皆さん、ララバーイ。